皆さんこんにちは。 F1 世界選手権次のラウンドはザントフォルトです。ザントフォルトサーキットには左4、右10の合計14のコーナーがあります。全長 4.252km の狭いコースは高低差の変化も多いため、今日走るドライバーたちには高い集中力が求められるでしょう。レース開始まであと少しです。本日のグリッド順はこのようになっています。ポールポジションはカルロス・サインズ、そしてオスカー・ピアストリがフロントローに並びました。今日の残りのグリッドを見ていきましょう。ペレス、ラッセル、フェルナンド・アロンソ、ノリス、ハミルトン、ストロール、ルクレール、フェルスタッペン、アルボン、マグヌッセン、ガスリー、サージェント、ヒルケンベルグ、オコン。今日も解説席に来ていただいているのはもちろんこの人、元 WEC チャンWe'll be right back.
イスドライビング、今のはファステストラップだ。との差は 2.4 秒。今のは無茶だったな。ペナルティーを課されなくてラッキーだった。ファイナルラップ、ファイナルラップだ。サインズがリードを奪った。よし、レース終了だ。気をつけて戻ってきてくれ。集中力が求められる難しいサーキットですが、最後まで高い集中力をキープして優勝です。アンソニー、圧勝でしたね。何が決め手だったんでしょうか。今日のコンディションが彼らのマシンにぴったりだったんでしょうね。風とか路面温度とか、とにかく全てが。マシンはタイヤ温度が適正な時に最高の性能を発揮します。タイヤ温度が安定しているほど思いっきり走らせられるんです。勝ったマシンは走りがとにかくスムーズでした。さあ、勝者の登場です。スリリングなレースを驚異的な奮闘でフェラーリが制しました。これまでの歴史を考えれば、今日の勝利を意外だと思うファンはどこにもいないでしょう。